今日はちょっと声の調子が悪いんですけれど、どうしても皆様に紹介したいものがあるので、動画を撮っていこうと思います。お聞き苦しいかと思うんですけれども、最後まで見てくださったら嬉しいです。では今日皆様に紹介したいものというのがですね、こちらです。じゃじゃーん。私のところにも届いちゃいました。フース様、いつもありがとうございます。フース様に2周年のアニバーサリーパックをいただいてしまいました。はあ、かわいいな。ではちょっと開けていこうと思います。これ昨日届いて、動画昨日ちょっと帰ってきたのが遅かったので開けれなかったんですけど、もうずっと今日開けたくて楽しみにしてました。それで中身の紹介なんですけど、
と中身すっごくたくさん入っているので、詳しくは概要欄にフーズさんのこのアニバーサリーハッピーパックの URL を載せておきますので、ぜひ見てみてください。キャーかわいい。これはインスタとか私の周りにも購入してる方がいてね、持ってる方がいて、動画とかで見たりとか、あとフースさんの YouTube でも見て、めちゃめちゃ可愛いと思ってたポーチです。これは編みかけも入れれるみたいなので、私もこれをね、コーン巻きがねぴったり入るらしいので、コーン巻きのをコーン巻きを入れて持ち歩くときはこのポーチを使いたいなって思います。こちらとこのハッピーパックは中身はランダムなので、皆さん届くものが違うんですけど、今日は私が届いたものを紹介したいと思います。まず1つ目、こちらはファクトリー夏糸、私はソルベが届きました。こちらです。ニットタオル編みたくなります。これは気持ちいいです。ソルベとと秋冬のこれから発売する予定のファクトリー糸です。こちらがエアリーというめちゃめちゃ可愛い水色でした。モヘアも、モヘアが 67% も入ってて、引き揃えがおすすめですって書いてありました。モキモキしてて可愛いです。水色と、あとはこの4種類のファクトリー糸の中から、私はミルキーというすごく光沢のある綺麗な糸が届きました。私はこれはレースでドイリーとか編みたいなって思います。ね、編んで壁とかに飾ったら絶対可愛いですよね。こちらです。あとメーカー系とか2種類です。まずこっちがだるまさんのリネンラミーコットンの12番とリッチモアファインパナシの23番シルバーグレーみたいな色が届きました。で最後、私初めてこの毛糸触るんですけど、スクラバヤーンっていう韓国とかで流行っているこのなんて言うんだろう、なんだろう、たわしとか編める糸なんですけど、これは本当に楽しみです。かぎ針でね、何かちっちゃいので何か小物とか作りたいなって思います。こんなにたくさん入ってセットになっています。こんな感じです。見えますか？もうとっても幸せな光景です。ちょっとこの中にコウ巻きが入るかやってみますね。入ります、バッチリ。こっちも入るのかな。お、入ります。長めのコーンでもバッチリ入る大きさでした。これに入れて持ち歩くのがとっても楽しみです。私普段巾着のプロジェクトバッグを使うんですけど、コーン巻きはやっぱり絶対こっちの
ポーチの方がぴったり入って持ち歩きしやすいだろうなって思います。でこちらの2周年記念のハッピーパックが実は一度売り切れてしまったようです。なんですけど今日7月15日のお昼12時からまた数量限定で再販をすることになったそうです。でこちら全部でなんと9000円相当の内容なんですけれども、こちらがお得に7500円で販売されるそうです。絶対にもう何が来ても可愛いし、やっぱりお得で組み合わせてもいろいろ編めると思うので、編み物始めたばっかりの方とかにもいろいろ楽しめて本当にお得なセットだなって思います。概要欄にハッピーパックの URL とあとハウスさんのお店の URL なども貼ってありますので、ぜひ見てみてください。